久保さん、チャンスはすべてに存在するにしましょうか。チャンスはすべてに存在すると。あの、実は、今日さ、さっきね、ちょっと動画ち,ちょっと撮ったんですけども、あの、まあ、ま、あ熟成さんからですね、吉野さん、こんなチャンネル、YouTube チャンネルありましたつってね、シェアしてもらって、僕もシェア返ししたんですけども、あの、花金屋っていうね、花、花金屋、うん、あの、漢字で花と、お金の金と、や、花金屋さん。これね、すごいですよ、久保さん。 あの紅茶を飲む。2022年12月5日、紅茶を飲む。808回。<laughs> ウインナーロールを食べるとかね。おにぎり。シーフードピラフとか <laughs>。あとね、面白いのがあったんですけど、あの、なんだ。ただぼんやりっていう。ただぼんやりっていう動画アップされてて、この人。この人タクシー運転されてるのかな。で、6秒動画なんですけど、ただぼんやりっていうね。そう。 で再生6回とか回っててまあ、僕もちょっとクリックしたんですけど今7回になってるんですけどただぼんやりっていうね6秒す <laughs> <laughs> このね多分僕のこの動画久保さんに送ってる動画が800回回らないんですよこのね今の動画は <laughs> だけどこの花金屋さんの紅茶を飲むっていう動画は800回回ってて <laughs> この人かなりファンキーですねうん 去年から YouTube 始めてるっぽくて、もう全部、その、やってること、くまあく、基本的に食べてる動画とかのが多いんですけど、結構ね、ファンキーですね、この人。うん。あ、キョロキョロっていう動画も、キョロキョロっていう動画もありました。8秒ですね。キョロキョロ <laughs>。タクシーの車掌ありましたね。タクシーの車掌、160回 <laughs>。 タクシーのスピードメーター22回 <laughs> この人ファンキーだなすごいっすね僕は勝てないっす紅茶を飲まれたら <laughs> 紅茶を飲まれたらね勝てないっすねだからまあ結局その考え方次第なんですよねうんまあすべ俺なんかチャンスないよと思ってる人はチャンスないだろうし目の前にチャンスある って考えて、そのチャンスをどう捉え、どう、その、チャンスに変えていくのかっていう方法さえしていれば、チャンスに見えてくるし、あ、そうそう。今日届くんですけど、久保さん。この AirPods Pro の新しいバージョンが出たんですよ。バージョン2が。まあ、久保さんバージョンは持ってると思うんですけど、この AirPods Pro、今日届きます。バージョンあ、最新のバージョン。1ヶ月か2ヶ月前に出たやつですね。買いました。この前の Amazon のブラックフライです。<laughs> で、YouTuber の方でね、よくやってるんですけど、ブラックフライデーで買うものみたいな。買うものみたいな。これか、これいいっすねとかね。なんかやってるんですけど、買わないけど買おうとしてるとかね。なんか、何でもネタになるんだみたいな。買おうとしているっていうね。検討してますみたいな。検討するだけで金稼げるっていうね。何なんだみたいな。どうですか検討、検討すると金稼げるっていう、すごくないですかこれ、発想が。 でもそれを、その、なんだ知らなければできないだろうし、知っててもやらなければ金になんねえしっていう <laughs>。だからまあ結局、考え方次第、行動次第なんですよね。うまくいかない人、稼げない人っていうのはやっぱその考え方もダメだし、行動もダメなんですよ。だから両方ダメですね。すげえ考え方持っててもそれを形にしない、行動しないんだったらお金になんないし、すげえアイディアがあったとしてもね、それを形にしないんだったら、 それはアイデアは宝の持ち腐れだろうしだ考え方と行動っていうのはバランスよくこうなってないと、まあ、うまくいかないかなっていうところですね、まあ、行動ただね継続していれば稼げるんですかとか行動すれば稼げるんですかっていうわけでもないんで <laughs> ちゃんとある程度じゃあなぜその紅茶を飲むだけで再生数が回ってるのかっていうのを分析して仮説を立ててきっとこういうニーズがあるだろうじゃあ、えー、これはどうだろうかっていうね なんかそういう風に考えてやっていかないとダメだろうし、うん、まあでもほとんどの人がまあやらないので、まあ、やったもん勝ちっていうのもあるっちゃあるんですけどねそう <laughs> うんそうはいいってらっしゃい